横浜ポルタは、神奈川県横浜市西区にある、横浜駅東口の地下街。1980年11月7日開業。横浜新都市ビルと同じく、横浜新都市センター株式会社が管理、運営する。横浜駅東口と、横浜駅東口バスターミナルが入居した。横浜新都市ビル、横浜シティエアターミナルが入居した。 横浜スカイビルトを結んでおり、平日平均13万人、休日は18万人が往来する。またエントランスには、イキャットから羽田空港へのリムジンバスの運行状況を表示する電光掲示板があり、その左隣に、横浜銀行、横浜総合、京浜急行、東京急行の連名で名付けられた、横浜の歌のプレートがある。キャッチフレーズは、人に優しい。 あなたに嬉しい。地下街建設計画は、1961年設立の横浜駅前、新興株式会社による横浜駅東口再開発計画を発端としている。ただし、資金不足により横浜スカイビルの建設にとどまり、同社は地下街を建設することができなかった。その一方、横浜駅西口は1950年代から、 相模鉄道により再開発が行われ、横浜高島屋が開業、1964年12月1日には、地下街、ザ・ダイヤモンドが開業した。これにより再開発前は荒れ地で錆びれていた西口に、客足を奪われるようになり、危機感を持った東口の商店主らの要望を受け、1971年6月に、横浜市全員協議会が、 横浜駅東口総合計画を策定。第3セクターの財団法人横浜駅東口開発公社により、横浜ポルタの建設、運営が行われることになり、横浜ポルタが開業した。なお、横浜駅東口開発公社は、横浜駅東口開発で抱えた巨額の赤字を解消する目処が立たないため1988年3月に、 解散し、同年4月より、横浜新都市センターが、横浜ポルタの運営を引き継いだ。施設名はイタリア語で、門、入り口、玄関、扉を意味するポルタに由来し、横浜駅東口の玄関口となる陽気で楽しい、ショッピングセンターをイメージして命名された。なお、同時期の1980年11月27日に、京都駅にも、 京都駅前地下街ポルタが開業したが、施設名の由来は同一である。京都駅前地下街ポルタでは、京都新聞市場で公募を行った上で名称を決定しており、ほぼ同時に開業した二つの地下街が、同名になったのは、全くの偶然である。京都駅前地下街ポルタは、JR 西日本グループの京都、ステーションセンター株式会社が運営しており、 資本関係などのつながりは全くない。ありがとうございます。